水口哲也は、クリエイター、プロデューサー、実業家、大学教員。エンハンス代表、シナスタジアラボ主催、慶應義塾大学大学院メディアデザイン、研究科特任教授、レゾネア株式会社代表、EDGEof共同設立者兼顧。北海道小樽市生まれ。北海道札幌西高等学校卒業後、日本大学芸術学部文芸学科西医学、メディア美学専攻。卒業後セガに入社。同社上巻デザイン研究室室長、ユナイテッドゲームアーティスト代表、Qエンターテイメント株式会社取締役などを歴任。2012年、レゾネア株式会社を設立。2014年、アメリカカリフォルニア州にコンテンツパブリッシング、カンパニーエンハンス社を設立。2018年、共感覚的な体験を研究、実験するためのアライアンス型ラボ、シナスタジアラボを設立。同年、東京、渋谷にEDGEofを共同設立。テクノロジーと共感覚的な体験を融合させる作風を持ち味としている。代表作として映像と音楽を融合させたゲーム、レズ、指揮者のように操作しながら共感覚体験を可能にしたチャイルド・オブ・エデン、レズの VR 拡張版であるレズ・インフィニット、テトリスの VR 拡張版、テトリスエフェクトや音楽と光とともに触覚を全身に拡張するウェアラブルスーツ、シナスタジアスーツ、共感覚体験装置、シナスタジア X12.44 など。文化庁、メディア芸術祭エンターテインメント部門審査主査、英国 D&AD アワード審査委員、日本賞審査員、芸術選奨選考審査員、ワイヤードクリエイティブハックアワード審査委員、メディアアンビション東京理事、暁取締役などを歴任。ありがとうございます。